はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は信長の野望レプーデンパープキットの続きをプレイしていきたいと思います。で前回ですね、桶狭間合戦ということで第1回目をお届けさせていただきました。で今回はその続き、美濃攻めになります。で現在ですね、美濃の方にはご覧の信長を大将に勝家、小六、慶次、長安、利家、一政と、まあ、ここに秀吉はいないんですが、そうそうたるメンバーで攻めかかろうとしているところになります。じゃあ軍師はそうだな、まあ、一番頭がいい人がいいよね。どう考えても志望が高いってなると小六か。小六ってあんまりそのなんていうのかな、頭がいいイメージはないんだけど、ごめんなさい、小六の八須賀家のね、いらっしゃれば申し訳ないんですけど、さあただ敵もそれなりの部隊数いるな、強そうですね。700、800、2000、3000の部隊ですね。まあなんでうまくここは本当に敵の総大将をはじめ壁越えなんかも使いながら戦っていかないといけないかなって感じですかね。もういい感じで攻め上がってるね。まあ、勝家、一政、小六あたりは基本的な能力値が高いんで、まあ、心配はいらないかなっていうところでは確かにありますね。で果敢に壁越えも狙ってくれてると。よし、駒隊も迎撃し、矢倉も抑えたと。で部隊指揮の状態は画面上の方に出てますけども、総兵力が信長軍が残り3660、指揮は94で、義辰の方は兵2060で指揮が39ですね。このまま一気に押し切りましょう。まあ、でっかい城になればなるほど城攻めに時間はかかるっていうのがこのレプデンの、まあ、ある意味特徴っていうのかな、まあ、いい面悪い面あるとは思うんですが、お、誰か壁越えしてるじゃないか。誰だ壁越えしたのは。勇猛果敢に正勝が壁越えしてるな。いつの間にか。さあこのまま敵をガシガシ削り込んでいきましょう。
さしきが敵はもう2、30を切って、味方は依然94と高いレベルをキープしてるけど、で勝家がここで壊滅か。まあしょうがないね。さあ残すは本丸のみになりましたか。まあ斎藤の方は兵の統合が止まらない様子だな。これはもらったな。美濃はあっさり取りましたね。よし、本城一つ取りましたね。そしたら原長より登用しましょう。生駒登用しましょう。ひねのも登用。なびいてくれないか。じゃあ解放してあげるか。で森綱、吉達はさすがに解放だな。で斎藤家は滅亡ですね。これで岐阜を取ったわけだ。よしよし。そしたらここは白単位で委任しちゃいましょう。で目標をどこに設定するかだけど、まあ、ここは岩村城でいいでしょう。あとは信長の方からすると、移動で招集だな。誰を招集させるかというと、まず秀長と秀吉、これを招集しちゃいましょう。まあここまで美濃はあっさり取れましたんで、まあ、そうなると大垣城が次取るべき場所になりますかね。狙うは大垣城。孫春久が死んだと、うん違う違う、義久が死んで春久が跡継ぎですね。どんな姫なのか分かんないから一度伊那にしときましょう。命名そうだな、キリちゃんにするか。上からキリちゃんに。でここで稲葉山城から岐阜城への改名イベントになるんですが、まあ、ここも例によって少し早いので、再生速度を遅くしていただくか一旦停止しながら読んでいただければと思います。さあ武将の数はそれなりにいるでいいよね。11人いるので、まずは岐阜の開発をささささっとやっちゃいましょう。ここは秀吉を除いて、秀吉と信長を除いて、利家はじめみんなでガガガガッとやっちゃいましょうね。
6ヶ月間、まあそれなりにかかるか。そうか、勝家は清須に戻っちゃったんだな。あのさっきの美濃攻めで勝家の軍勢は壊滅してますからね。じゃあ勝家も呼び寄せましょう。もう一度内政をね、一回バーッとコマンド出しちゃえば、あとは勝手にやってくれるっていうのはすごく楽ですね。で、結構イベントがちょいちょい起きますね。ここは上杉憲政のイベントで、関東管領を謙信に譲る、上杉の名前とともに譲るようなところですかね、おそらく。ちなみにポケット戦国の方で謙信と激突してみたんですけども、半端じゃなかったですね、強さが。ではちょっとここもう一回開発入れておきましょう。この、名古屋城に関しては。で、何をするかというとレベルアップですね。さあ、これでいいかな。まあ、何はともあれ次は大垣城攻めですからね。一通り岐阜を大きくしたら早速大垣城攻めにかかりましょう。斎藤家の維新たちは全員討ち取りましょう。何、マジか。今川やるな。暗殺者を仕込ませてくるとは。いや、武田軍もここまで本当に快進撃続けるね。ちょっとはかどりが悪いな。もうちょっと早いペースで大垣城攻めにかかりたいなと思っているんだけど。
では今岐阜城の方の開発が全て終わったという情報が出ていましたので、ここから出陣に入っていきましょう。浅井に攻めかかったが、ついに まずは浅井との同盟ですね。よし、これで同盟結んだね。さらに史実通り婚姻もさせちゃいますか。武将は、目標は浅井、姫はお市様。ダメか。ダメなんだ、よくわからないけど、ダメなの。さあ、軍師は秀吉に任せて、出陣は全員出陣しましょう。城門は二つか。敵が2000しかいなくて味方が5200なので、まあ余裕で落とせるかなという印象はありますけどね。城門に引き継いだ後、壁越えができるかどうかというのと、どんだけ早く城門を破壊できるかですかね。まだ城門が開かないか。このまま大垣城を取ったら六角攻めに入る感じかな。ただ六角はね、強いですからね。そうなると先に北畠攻める方がいいのかな。
さああとはから一気に敵を押し潰していきましょう。ひねのはダメか。なかなか頑固だな。よし、岩村城が織田家の傘下に入ったという情報が入ってきましたね。これで美のほぼ1円は手に入れたかな。岩村城は、傘下に入ったのでよしとして、岩村城のじゃ開発やっておきますか。でそうなると次は浅井の沢山城か、もしくは水口城か、まあ、ここは浅井とことを構える必要は全くないので、そうなると伊勢志摩亀山城か関森信、まずはここだな。次の標的はここ亀山城にしましょう。で亀山城の攻略のあと、水口城から観音寺を攻めるっていうのが、まあ理想的な展開かな。まあいきなりここに大軍勢を送ってもいいといえばいいんですけどね。ちょっとどうするか確認しますか。そうすると、まずは、兵士がこの清洲城にはそれなりに数がいるので、輸送させましょう。定勝に兵糧と兵2000を輸送させましょう。これを大垣に入れます。でさらに岐阜城からも武将を使って兵を大垣に入れましょう。で大垣からは移動で召集で、そうだな、戦闘力の高い武将を呼び寄せたいけど、成政を呼び寄せ、あと長秀も呼び寄せましょう。これで一気に攻略しましょう。で岩村城が、まあ、あの向こうの方からこちらの傘下に加わってくれたので、それに伴って委任で大将を亀山城へ切り替えます。六角軍が沢山城を落としたか。沢山に対した兵はいない。
となればその沢山城をもらい受けましょう。牧前だけ、あと広い山残しとくかな。そしたらもう一回ぐらい本当に我々と婚姻結ぶ気ないのねって確認しますか。浅井に、タイはないか。まだダメなんだね。そんなに嫌かな。絶世の美女とも言われたお市様なのに。さあ軍師は秀吉に任せて全部隊で出陣しましょう。沢山城はね、まあ、前哨戦みたいなもんですからね。どっちかっていうと沢山城の後、観音寺ですね。観音寺を落とせばほぼほぼ畿内への道が開けてくると。まあ、沢山の城自体は多分そんなにね、いかつい城にはなってないんじゃないかなと思うんですよね。で、敵も500しかいないですね、守りは。で、信長軍は攻撃力の高い武将で固めてるんで、城門もあっという間に突破だな。盛り土をすると、今利家だよね、これ。利家が盛り土をして、長安だ、前の長安が盛り土をして飛び越えようとしてるの。こう考えると城の強度も結構重要だよな。さあこれで後藤高春隊を壊滅させたので沢山城を取りましたね。これで次は観音寺か。だいぶなんか道が開けてきましたね。じゃあのぞみちゃんにしましょう。で、ここで家康が独立ですね。で、家康が来たので、これで清須同盟かな。ここはしっかり清須同盟結んでおきましょう。これは小生録では実写で描かれてましたね。
はい、というところで時間がちょっといい時間になりましたので、今回美濃攻めをお届けしたので、次回はですね、まあ、観音寺、さらには京へ向けて進撃を開始していきたいというふうに思います。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。